ジールでマンチリタナベレザアナラララフォーマーラーゲー。はい、こんにちは。最近ね、我々ついにお家を購入しましたと。そしたらね、視聴者の皆さんからお家に関するね、たくさん質問をいただきましたので、ありがとうございます。ありがとうございます。それにて、ようやく今日回答できるということで、今からね、皆さんの質問ここにパソコンの中にね入れてあるんで、今から回答していきます。はい、それでは質問コーナーレッツゴー。キュイ。はい、じゃあまず1個目、マンションですか一軒家ですか。マンションです。そうね、まあ、我々は一軒家じゃなくてマンションを買いました。でね、その次の質問なんですけど、なんでマンションにしたんですかと。もともとはでもね、ゆみたんも一軒家がね良かったんですよね。やっぱお庭があるからね。そうよ、やっぱね、二人とも実家がね一軒家で庭付きのね、お家やったんで、もちろんね一軒家なんかね理想やったんやけど、マンションした理由やねんけど、我々の会社からね通える距離に一軒家を建てようと思うと、我々の金銭面やとね、すごくねちっちゃな一軒家しか建てられなかったんですよね。建ててもこう上に細長い家みたいなになってしまうと、ちょっとそれは薄かんなということで。あとさ、一軒家建てる時にさ、家と家の隣の間隔がさ狭いな。そうそうそう、特に都心部近いとこ、まあ狭くて、で、マンションもじゃあ見出したんやけど、で、あとマンションやったらね、やっぱある程度ね、マンションやと一軒家よりもねちょっと広かった。で、プラスアルファ、やっぱマンションってね、修繕とかね、やってくれるのよね、お金かかるけど。管理人さんがいるからね。そう、そのね、綺麗さって保てるし、まあある程度広いし、もうマンションの方がね、会社へ通うっていうことを考えたら、マンションの方が合ってるってことでマンションにしました。まあ、もしね、今後地方で暮らせるんやったら、まあ一軒家ね、住みたいなとは思ってるんですけど、まあマンションにしたと。将来的に売ることを考えてますかっていう質問やねんけどね、これね、売ることも、視野に入れてます。マイク近いです。あったか、ここ。そうよ、まあ、マンションのええところってな、やっぱこう売りやすいね、多分ね。まあ、あと俺らもね、次住むね地域にずっとは暮らしていくかって言われたら、ちょっとそれも考えてなくて、やっぱね、2人とも結構田舎とかね、地方とか大好きやったりするから。そう、もう何もないところで暮らしたいね。えおじいちゃんおばあちゃんだったら、老後はね、そういう暮らしとかもやってみたいなとかもあるから、売ることとかも全然考えてます。次の質問です。新居購入のきっかけは何ですか。なんで買おうと思ったんっていうところやな。いろいろ理由あるけど、いや、やっぱさ、憧れじゃない、マイホームっていう憧れ、ね、夢のマイホーム言いますから。あとはなんか結婚して次のステップ、いろいろライフイベントがあるじゃないですかね。同棲する、で結婚する、で、まあ、子供作るとか、で、その中でまあ家買うっていうのがあって、それらもね、結婚したから次のステップね進みたいねって話は2人でしてて、で、その中で買う家購入っていうのがね次のステップやったから、ね、だからずっと考えてたよな。あとやっぱさ、ここよりも広い家にしようって思った時に、じゃあ買っちゃった方が、そうやな、この家がまあ今 1LDK なんですけど、まあ、今ね2人暮らしやったらなんとかまあ住めるんやけど、まあ、将来のことも考えたらもうちょっとやっぱり広いお部屋もねあった方がいいんじゃないかっていうところもあって、ちょっと広さも、子供ができたらね、そうよね、広さ問題があった。あとはそう、さっきみたいに言ったけども、どうせ家買いたいと思ったらもう若いうちにやっちゃった方がいいんちゃうかってな。そう、今からもうローン組んじゃった方が返済完了のな年齢も若くなるから、めちゃくちゃな杖ついてる状態で返し続けるって、ちょっとやっぱりまだ働けるな年齢のうちに返し終わりたいっていうのもあったから。あとは子供がね大きくなった時に、そっちにお金をかけたい。そうやね、ちょっとローンが厳しくてとか、そういうのはね、言いたくないしね。そうそう、まとめると家の購入きっかけは、まず一つは憧れ、二つ目は広いところに住みたかった、で三つ目はもう若いうちにローンは組んでおきたかったっていうね、ところですね。ぎょい。お家選びで重視したポイントの優先順位を教えてくださいと。でも一番は場所じゃない？そうね、もう立地条件は一番最初にまずね、選ぶよな。まず関東のどこにするか、ね、オフィス通えるな、県内に住まなあかんからな。そうそうそう、仕事に通えるところで、なおかつ田舎だから、ほんまそういった意味で治安の良さっていうのはすごい見てたよな。見た、治安の良さもそうやねんけど、駅近っていうところもねすごい見てたね。あ、そうだね、駅近も見たね。で、その駅近ってどれくらいっていうのは想像した時に、俺ら最初、まあ、徒歩10分、これね、不動産の人が教えてくれたんやけど、駅近って実は徒歩6分以内なんですってな。えーって、
びっくりしたよな、えってなって、なんでですかって言ったら、これね、6分以内かそれ以上かで言っちゃうと資産性にね、あ、そうそう、なんか売るときに、資産価値、ね、10分じゃ売れないって言われてね、そう、資産価値にすごい反映されますよって言われて、うん、で、俺らもじゃあ徒歩6分以内っていうところは一つ条件として、うん、選んでたよな。で、あとすごく大事なのはやっぱ生活する上で周辺施設っていう、ね、まず病院は絶対そうやな、皮膚科、歯医者さん、内科の小児科、うん、あと公園、マンションにしたから庭がないじゃんね、そうやな、そう、だから周りでちゃんと遊べるところがいっぱいあるかっていうのを見た、うん、あと普通にスーパーとか、あ、そうですコンビニ、スーパーも見たね、うん、で、ホームセンターとかな、うん、生活する上で、ね、絶対に必要なものがね、うん、手に入る商業施設があるかどうかはめちゃめちゃ見てましたね、うんうん、で、あとは教育環境やな、幼稚園保育園がちゃんと近くにあるか、いっぱいあるか見て、ね、そうで、小学校中学校があるかっていうところも見てね、うん、あとあれもあったかもしれん、災害に強いかみたいな、あったそうや、ハザードマップ、ハザードマップみたいな、うん、もし津波が来た時にちゃんと大丈夫な県内にいるのかっていうところと、うん、用水路とか川が近くにないかっていうところと、あと地盤の硬さやな、うん、うん、っていうところも見てね、見た、やっぱもう南海トラフ地震が来るとかも言われてるから、間もなく、うん、やっぱそういうのも考えて災害に強い地域とかもね見てましたね、うん、っていう感じで、まあ立地は結構いろいろねあって、うん、で、次2個目にねやっぱ見てたのはね、パカッ、やっぱね、ちゃんと自分たちの世帯収入に見合っているかどうかっていうところはね見てたよな、うんうんうん、これまた後で話すんやけど、やっぱね背伸びするとなしんどいやろうなってのもあったから、うん、自分たちが組めるローンのちょっと下でいったよ、そうだね、今の会社の給料でもちろん組んでますから、将来いくら稼げるだろうとか、そういう推測とかじゃなくてな、うん、希望的観測はなしで、ほんまに堅実なな値段でいったな、俺らもね、ほんまに世帯収入ほんま普通のお給料やから、うん、ちゃんとそこに見合った金額のねマンションを選びましたね、うん、ほんで次3つ目が、間取り、俺らは今 1LDK 住んでるけどね、 3LDK 以上のお家に住みたいってのがあったよね、あったあった、うん、やっぱ寝室が欲しかった、寝室と子供部屋は絶対欲しかったから、そうやね、というところで 3LDK 以上っていうのをまずね絶対条件にしていて、平米数もちゃんと見てた、実はな、うん、3LDK でも70平米、80平米、85平米とか結構な 3LDK の中にもな、うん、狭い 3LDK、広い 3LDK あるね、うん、なるべく広いのがいいなと思って、なるべく平米数が多いところっていうのはね選んだな。で、次4つ目が最後に見たのね、大好きな内装、大好きな、うん、どここだわりましたか、キッチンだよな、うん、見たらキッチンすごいうるさかったな、どんなキッチンが今回ちなみに良かったんですか、ね、平べったいキッチンが良かった、まあ、今もね、うちもフラットのカウンターキッチンやねんけど、もうそれ絶対言うてたな。しかもその今のキッチンよりもちゃんと広くなって、そうそう、見晴らしがいいキッチンがいい言うてな。イメージだけど、うん、この料理をしながら家族が見えるキッチンが良かった、うん、で、あと俺はね、水回りが綺麗かどうか。ああ、ケイがめっちゃ気にしててね、うん。トイレ、お風呂、洗面所とか、この辺はさ、毎日使うし、うん、やっぱ使いやすさもそうやし、清潔感とかはね、やっぱ見てたな。なんで、優先順位いくと、立地、価格、間取り、内装、この4つの順でね、見てましたと。パカッ、ペットは飼いますか？飼いたいです。ねえ、ワンちゃん、猫ちゃん、2匹までならいいぞっていう風に言ってもらってるんで。怠け者でもいいって。怠け者でもいいです。怠け者飼う人あんまおらんけどな、怠け者でもいいけど、あいつは遅いぞ、歩くの散歩とか連れていけん、散歩楽しそう、散歩だけでな、うん、半日終わりじゃん次ね、家具のこだわりを教えてほしいですと、おー、いっぱい買ったな、家具な、買ったな、今回な、うん、もうソファーとかね、ダイニングテーブルとか、うん、全部ベッドとか一新しますから、うん、ここ来た時さ、だってさ結婚する前に住んでます、する前に来たんだっけ、そうだよ、でさ、全然お金なくてさ、安いね、ね、もうアマゾンで買ったからね、そうだよね、アマゾンのめっちゃ安い、うん、プライムで買った、そう、安いねこれっつって、普通ニトリとかでちゃんと見て買うんだけど、うん、だから今回はそういう失敗があったから家具はちょっと背伸びしたな、そうそうそう、こだわって選んだ、ちゃんと買ったよね、うん、特にベッドとかって毎日使うから、うん、ここはケチってあかんってなってな、うんうん、なんで結構今回家具はこだわってて、今注文してて引っ越しのタイミング届くんで、その時にまた家具紹介の動画出します、ね、どこのブランドの家具買ったとかちゃんとね紹介するんで、それはねまたお楽しみにしといてください、撮ります、はい、ぎゅい。
家を決めるまでにどれくらい期間がかかりましたか？1ヶ月 1.5 ぐらい？そうやね、2ヶ月かかってない気がする。かかってないな。まあ6月からね、うん、俺ら家選び始めて、うん、で7月のもう下旬ぐらいには決まったな、このお家です。そうやで、ね、だから俺らは1ヶ月半くらいで最終的にお家決めて、うん、見た家はね、4軒内見したな。これはね、ちなみにね、うん、少ないです。4軒ってさ、普通に賃貸借りる時の、そうね、賃貸のレベルやな、4軒って、ね、家買う人はね、もっと見ます。そうだよね、普通スーモの人言ってたけど、うん、やっぱ平均10軒ぐらい見ますと、うんうん、だからかかる期間もやっぱ 2,3 ヶ月はね、みんな見ると慎重にすごい議論するみたいな、うん、この家決めた時もそうだったよね。この家だってもう内見1軒しかしてん、ここしか。ここ来てドア開けた瞬間に、あ、ここでお願いしますって。ありえへん、そんな。そうだ、他見ますか、いいです、うん、もう買う気で見てたもんね、なんかね。そうそうそう、もうだって不動産の人びっくりしてたもん。他見ないんですか、うん、いいです、契約書出してくださいって。今日契約しますって、うん、もうペン貸してくださいって感じ。そんなんやったからね、即決型なのかな。なんかうちはほんまに決めるの早いね。みんなは多分もうちょっと悩むんじゃないかな。特に女の子は悩むよね、うん、見た方がいいと思う、ちゃんと、うん、うん、後悔しないように。うん、インテリアオプション会で購入したものはありますかということやねんけど、うん、まずね、あのこのインテリアオプション会って何ぞやっていうところね、説明するとね、あのお家買ったら大体その不動産会社がね、あの提携している業者さんからね、いろんなプレゼンテーションを受けね、壁紙変えませんかとか、鏡つけちゃいませんとか、うん、ね、電気、そう、ダウンライトつけちゃいましょうとか、うん、いっぱいこうプレゼンテーションある。あ、床のフロアコーティングとか、えげつないぐらいね、うん、テレビ壁掛けにしましょうとか、そう、ものすごいプレゼンされます、うん、で、大体ね、入居者はね、参加すんねんな、来てください、招待状から。ゆうたんたちも楽しそうだったから行ったもんね。行ったね。行きまして、まあね、30分ぐらいこうプレゼン受けたんですけど、うん、結局僕らは1個も買わなかったというね、うん、結構珍しいパターンちゃう、うん、みんな買ったもんな、なんか契約書書いてな。手ぶらで買えた。手ぶらで買えるというね、うん、とんでもないことをしたんやけど、うん、まあこれなんで買わなかったのかっていうのはね、もっとちょっとね、深くお話ししたいことがあるので、うん、これまた別の動画今撮ってますんで、うん、そちら見ていただきたい。やっぱね、見てほしい、うん、インテリアオプション会行く前に絶対ね、うん、俺らの実体験を語りますんで、うん、じゃあ次行きます。ギョイ、おうち購入ってまずは何から始めればいいんですか？分からんかったよね。俺ももちろん何にも分からんかったな、うん、そう、分からんかったから、とりあえずネットで調べて、うん、スーモに行ったよね。そうね、うん、スーモカウンターまでな、直接行って、そうそう、家なんか欲しいんですよねみたいな。そしたら、あ、家買おうと思ってるんですよね。ヒアリングされます、大体ね。そこで初めてびっくり、なんか気づいたよね、うん、あ、自分たちって何も考えてなかったわみたいな、うん、え、どの辺住みたいですかとか、まずね、どの辺だろうみたいな、ディズニーが近くがいいなとか、なんかな、言ってたわな。まず最初、まず最初にディズニーが近くがいいです、そんな言う人あんまおらへんねんな、普通の。やってた、やってた、まず第一候補ディズニー出すやつ、そしたら浦安の方ですねって言われてさ、そう、すげえ高いとこいっぱい出される。あの前浜のな、ハザードマップだらけだとか、海岸沿いで高いとこいっぱい出されてない、おーみたいな。そう、次、あの収入聞かれたりしますね、うん、そう、そしたら、あ、この収入ならローンこれくらいまで組めますねとか教えてくれて、うん、そしたらスーモの人が候補出してくれるな、何件か、何個かね、ポンポンポン、それらも3個から4つぐらい、この物件ぜひ見に行ってくださいっていうので渡されて、で、実際後日な、あの行ったよな、ほんで3件な、スーモさんのなんか推しのやつ見に行ってんな、うん、でも決まらんかった。なんかね、なんか引っかかるなぁ言うてな、う、あのマンションは電車の音すごいなぁとか、音やばかったなぁとか、用水路が後ろにあった、駅行くまでにめっちゃ坂あるなとか、コンビニが徒歩10分みたいな、いろいろあって、で、結局もう一回な、家帰って自分らで調べてんな、そう、結局これ、これだよね、この子だよね、ある程度知識ついたから、そうそう、だって自分たちが何を大切にしたいかがすごい分かったから、そう、分かってきて、実際に行ってみて、あ、ここだけは譲れないっていう条件が出てきたから、そう、で検索したら、うん、出てきてんな、そう、何個か出てきて、これいいんちゃうみたいな、そう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 、出てきて、で、実際行ったら、うん、あ、ここやなんて、あ、そう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 、そうって感じだからね、スーモカウンターで実際に知識をつけて、うん、実際に見て、さらに知識をつけて、あとはその知識で自分たちで最後とどめさせたって感じだな。シャキーンって、そう、だから、まあスーモとか、うん、あの無料やし、なんならあの、うん、今来たらなんかアマゾンギフト券あげますよとかあったりするから、そういうの一回行ってみたらええねん、うん、まあ、ただあの気をつけなあかんのは、かなりゴリゴリ営業してくるから、 そうだね、それだけはちょっとね、うん、断る勇気は持っといた方がいい。ギョイ、
じゃあ最後、どれくらいの予算を考えて購入しましたかっていうところやな。まあお家の価格やな、これな、言ってしまうと、うんうん、まあ俺らはまずね、収入から言うとね、まあ、普通の会社員です、2人と、うん、で、本当に2人の世帯収入っていうのは超平均的、多分いっぱいより低いよね、多分そう、中のちょっと下ぐらいやな、うん、なので、買えるお家の価格帯っていうのはやっぱり、まあその辺のランクです、大体、うんうん、うん、正直に言いますとね。で、大体世帯年収の7倍くらいのお家を買われる方が多いです。だから簡単に言うと、世帯年収1000万円のお家やったら7000万円の家買うみたいな感じだね。だから大体7倍くらいのローンを組まれる方が多いんですけど、僕らは今回ね6倍で買いましたと。買えるラインのちょっと下って言ったのはそれなんですよ。うんうん、そう、うん、なんか無理してさ、なんか自分たちのギリギリ買えるところで買っちゃったら、その後の返済も辛いしさ、まあ、毎月の返済額が上がります、もちろん。あ、そう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 、うん、そう、だからあとは子供ができた時に仕事がどうなるかわからないじゃん。少なからず休む期間があるじゃん、ね、仕事を。女性はやっぱ産休育休入ったりな、まあ、そのままもう長期間子育てされて、そうそう、時短とかもあるし ね、そうどうなるかわかんなかったから、うん、ちょっと少なめに考えといてね。そうね、もうなんかあった時でも払える金額、背伸びせずに堅実に、うん、あとはやっぱさ、そのお家にお金をかけることもそうだけど、やっぱ家族でのお金をかけたくない？うん、それお出かけしたり、団らんに使いたい、うん、そうやな、あとやっぱ子供に使いたい、そうや、子供はね、うん、一番お金かけてあげなあかんとこやからな、そうそうそう、っていうのもあったから、俺らは結論としては世帯収入の6倍っていうところでローン組んだって感じやな、うん、ね、なんかさ、意外に買えますよって言われるんだよね。うん、そうだ、もちろんだって、ね、不動産会社高い乗りたいもん、そんなそっか、高い物件から、行けますよ、行けますよみたいなさ、そうやで、あれ、なんかね、あ、わかんで、うん、なん適当なこと言ったらほんまにどつくで、ほんまな、パカ以上です、以上です。でちょっとまた今後は実際に住んでみてね、良かった点、悪かった点でもあるんですよ、これから出てくると思うんで、うんうん、まあ、そういう動画とかもね出していきたいと思うし、まあ、追加でね質問あったらまたコメント欄にもうどしどし書いてください、お答えしますのでね。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録もお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。起きやんてなあ、なんなんほんまにな、はい、さよなら。バイバーイ。はい、さよならです。